こんにちは、阿部です。今日は静岡学園のように子を育成するサッカーのチームはなぜシュートを打たないのかという質問にお答えさせていただきます。先日の動画でお話しさせてもらった通り、サッカーの本質に沿ってチーム作りをする、選手育成をするチームと、子を育成するサッカーをしているチームに、大きく言ったら、もうすごく大きく言ったら、それぞれはねまた違うんですけど、大きく分けたら、その2つに分かれるんですけれども、サッカーの本質に沿った選手育成をしているところっていうのは、原理原則だったり優先順位だったりスピードっていうのがね、重要視されます。で、こう伸ばすサッカーっていうのは、ボールを持つこととか扱えること、そして対人に強くなることっていうのをね、こうメインに着目しながら、そういうところにこだわって、その選手の将来の価値とか、将来の勝敗の価値とか、その選手の将来 の可能性を広げるためにね、現時点でこの育成年代ではこう育成するサッカーをこう植え付けてあげるとか、伸ばしてあげるっていうので、サッカーの本質に沿ったサッカーをしているところと、こう育成する、こう伸ばすためにサッカーをしているところと、大きく分かれるっていう話をねさせてもらったんですけど、その中でこう育成するサッカーチームの指導者の方が何されてるかって言ったら、一つはね、ここであるように対人をね、重要視してますっていうか、鍛えてるっていうか、こだわってね指導されてます。で、これがなぜかっていうと、サッカーに、サッカーの本質に沿ったサッカーをしていたとしても、どんだけ早くボールを動かそうと思っても、どんだけ優先順位高くボールを前に縦に送ったりとか、幅を使って広く使ってから前に入れようと思っても、相手もバカじゃないんで、大人のサッカーになればなるほど、こうサッカー IQ が高くなればなるほど、高い位置から、フォワードの選手からサイドに追いやって、サイドで数的同数とかこう挟んだりとか、数的優位にしてボールを奪おうとしてきます。で、どんだけこうリスクを背負わないようにとか、優先順位を守ってとか、スピードを速くやろうとしても、どっかで対人に持ち込まれたりとか、対人のところで持ち込まれたりとか、ワンタッチじゃ絶対マイボールにならない状況っていうのが、レベルが上がってくれば、そういう状況に、対戦相手はボール奪いたいんで、そういう状況に追い込んできます。で、その時にやっぱり子を育成するサッカーっていうか、対人で後手を踏む選手だと、もうそういう時に何ができるかって言ったら、もうシュートを打つとか、ボールを蹴るとか、もう五分五分になったとしても、ワンタッチで味方がいそうなところに入れるとか、そういうプレーのね選択しかできなくなるんですよね。でも、そういう時に対人で上回れると、対戦相手はもうそこでボールが取れるもんとか、そこをボールの取りどころにしてた対戦相手がボールが取れないってなると、本当ね、もうその相手が後手後手踏んでくるんで、そういう面でも、こう育成するサッカーの指導者が対人を鍛えてサッカー選手を鍛えてるっていうのは、その選手の将来性を考えた時にすごくプラスに、ね、なることをねしてます。で、一番最初に戻して、なぜシュートを打たないのかっていうところに戻すと、この対人で上回るとか、対人で勝つっていうボールの持ち方と、優先順位の一番上である点を取るとか、シュートを打つっていうボールの持ち方っていうのは、相反するボールの持ち方をねしてます。で、今レアル・マドリードの監督でね、ジダン選手、
ジダン監督が選手の時のボールの持ち方なんですけど、まあ、その当時あの世界の中盤の選手で一番ボールが持てて相手と駆け引きが勝てて、あの面白いパスが通せるような世界一の選手だったと思うんですけど、まあ、これジダン選手はね、相手と対人してる時のボールの持ち方なん、ボールの持ち方、ボールの置きどころなんですけど、どこに置いてるかっていうと、まあ、自分の股下、重心の、真下にね置いてます。まあ、相手から遠いところで自分の重心の真下で、でこういうところにボールを置くと何ができるかっていうと、まあ、対人で上回れる。対人で上回れるっていうのはプレーに多彩さができるし、まあ、柔軟性も持てるし、やろうって思ったプレーをやめれるし、他にも相手の動きに対してプレーを変えれるっていう柔軟性もね、持つことができます。でそういう意味で対人で上回るにはとても重要で、とてもいいボールの持ち方なんですけど、この体勢から強いシュートとかシュートを打とうと思うと打てないんですよね。なぜなら自分の重心の真下とかちょっと後ろ気味にボールを置いてるんで、自分の体重が乗ったシュートは打てないんですよね。体重が乗ったシュートは打てなくなるんで、強いボールは蹴れなくなります。だからシュートを打つボールの持ち方には適してない、こういう持ち方は。でこの状態からシュートを打とうと思うと、一回ボールを外にかき出してから、自分の外側か前かにかき出してからシュートを打たなきゃいけないんで、まあ、シュートを打つ持ち方と対人で勝っていく持ち方っていうのはそもそも違うっていうのがね、あります。だからまあ静岡学園のように高育成するサッカーのサッカー選手がシュートの打てそうなところでなんで打たないかっていうと、対人にこだわったりとか対人に勝ることをベースにやってるんで、シュートを打つようなボールの持ち方をしてないっていうね、可能性があります。だからそもそも打ちたくても打てない、でそこに重きを置いてないっていうのもね、あると思います。でジダン選手のね動画とか見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、この形から外にボールをかき出してシュートを打つってシュートを決めるっていうシーンってすごくたくさんあるんで、ドリブルからシュート決めたりとか、まあ、ゴール前で受けてねちょっとずらしてからシュート打ったりしてるシーンもあるんで、まあ、そういう持ち方からボールの外のかき出し方からシュートを決めるっていうのもね、ぜひまた見といていただきたいなと思います。もし自分がね今こう育成するサッカーの中でこう自分でプレーしてるような選手は、やっぱ持ち方がこう駆け引きのためのボールの持ち方とシュートの打ち時の持ち方っていうのはねやっぱりちょっと違うんで、まあ、それもね頭の中に入れてプレーしてくれると、まあ、自分自身もサッカー選手として、ちょっと頭の中に入れとくだけでも良くなると思いますんで、ぜひねそれも頭の中に入れて練習にね取り組んでください。今日は以上です。ありがとうございました。